どう,ど,うどうもどうも、井上ですどどううももノーミルク佐藤です。先生、今日もよろしくお願いいたします。い,ますいろいろ教えてください。で、こちら、飛んでたいってらっしゃいになるでしょう。財運応酬おー、決まりました <laughs> 一応まだ確定じゃないんだけどほぼほぼ決まりじゃないかっていうところなのでこれでいいいっちゃいましょうとららららららうは浦和レッズから、えー、ゴーールキーパーパリオリンピック世代のゴールキーパー鈴木財音選手が、うん、マンチェスターユナイテッドからのオファーを異なり、うん、どうやら新トトロイデン行きが決まりそうです。うん はいはいはい。ということは、ザイオンさんじゃないやね。シュミットさんもね。シットさんは。はい。ってことで、まあそういうことになるって形なので、一体どういう流れでどうなってんのかってことを皆さんには知っておいていただきましょう。お願いします。お願いします。ミラーかまいっちゃってるんです。チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ということで、今日3枚ほどシート出てくるんですが、こちらでございます。はい、ドンと。まあ今冒頭でも言った通りですけれども、ベルギーはシートトロイデに行くことになりそうですと。 でもうコメントもある程度出てるんで、それを総合するとですけど、えーまあ、やっぱり、ザイオン君本人、またはザイオン君サイドとしては、うん、出場機会を望んでいると、はい、まあそれプラスはステップアップってことを望みたいとのことなので、うん、やっぱり1年後、もう1年切ってますよね、なんならね、11か月後のパリオリンピック出場、うん、そしてあとは日本人ゴールキーパー、欧州内でのこう、まあ、レベルアップのためにっていうところで、うん、ヨーロッパに行きたいというところでございました。 大でもまさ、あ、に言っていただきましたけどじゃあ、なんでシートトロイデンなのかって言われたらこちらでございますと左側に、まあ、今の、えー、シートトロイデンってを持ってきたのと、まあ、第4区をもう入れた状態にしましたけれどもシュミット・ダニエル選手、うんまあ、トルコ行きとかあとベルギーのクラブブルージュ行きの話とかが出てたんですが、はい、ちょっと両方とも破談みたいな形になったようなんです。よねなんだけどあのフランス リーグワンに今回復帰しましたの FC メス。メス、川島さんがいた。はい。うん、からどうやら打診が来たとのこと。いいじゃない。だから、おそらくステップアップですね。うん、うすねだって、ここで2人とも入れる必要性はないので、うん、ここから急に破になったら、ちょっと2人とも在籍とかあるかもしれませんけど。ははい、はい もうメス行きがもうほぼほぼ確定的になったからこそ、じゃあ、オンク来よっかっていう流れになったのかなと思われます。はい,は,いは,いはい。はいうん という形ですね。なんでこれ。ちょっと財宝君見なきゃいけないんですけど、他のメンバー見てワクワクすんね、これ。中盤とか。そうなんですよね。ちなみに、これ、この間、開幕戦ですね。シート取りでありましたけど、その時はスタメンに入ってた日本人はシュミットさんと、あと、ボランチに伊藤亮太郎さんの2人だけだったんです。ただ、これも皆さん忘れちゃいけないていうことがありまして、本当本 本当に新とト,トロイデンの練習初日に間に合ったのって、その二人だけだったはずです。あなるほどね岡川遼也さんはあの欧州内での移籍というか、いわゆるお引っ越しとかもあったのと、山本理人君とかもちょっと遅れていったりとかしてるので、そうなんですか、はい、あとは橋岡選手ももともと移籍想定だったので。はい あの、後から言ったんですよね。あの、牧野智明さんの YouTube とかでは、あの、品川 CC の練習参加とかもいろいろありましたけど、あの、本当にいろんなもう移籍想定だし、もう監督からすれば移籍で出てく人あえて最初からスタンメインで使う必要性もないっじゃないですからね。これは、ラシュラさんは出てくことは濃厚なの、今でも。もう濃厚です。はい。うん、なるほど。あと、藤田ジョエルチマ選手に関しては、開幕節の段階だったら、まだ決まってすらいなかったですからね、そういえばね。これからだじゃはい。うん でプラスなんですけど、ちょっとあのー、今回の動画の本,本数とはちょっと離れちゃうんですけど、はい、ち,ょちょっともしかしたら日本人、もうちょいシント・トロイデンへの加入が僕はあるんじゃないかなと思っておりまはい、うん、左側にあの白、ピンク、あとなんかエメラルドみたいなものとかってことも書いてますけど、これ何かというと、黄色はですね今シーズン、この夏に加入した選手たちを表しているんですね。でピンクと、ピンクのシュミットさん、橋岡さんはまあ出てくからっていう、そのピンクになってるんですけど。うん じゃあこのエメラルドっぽい色、何なのって話なんですが、うんえー、ユースから7月1日に上がった方々です。あえー、育成も、えーそう。だからね、今回、ですね移籍してきたばかりのセンターバック、ゴデ・アウさんがキャプテンを務めてセンターバックの真ん中をやり、ユースから昇格されたばかりのバンヘイデンとスメッツ君という、この2人がセンターバックの両脇をやりました。うんうん、い,やいいね例年<な>結構上がってくるもんなんなですか 2、3人はいるっちゃいるんですけど、スタジオの人もいっぱい呼ぶけど、やっぱり地元育成もやっていくよっていう現れないじゃないの、僕もそうじゃないかなと思いますね。ただ、今回に関してはまだ会議的な部分があってね、センターバック見てもらうとなんですけど、3バックで3ポジションっつってんのに、移籍で取ったのは2人だけだったんですね。っていうか、もともと橋岡君しかセンターバックできる人残らなくて。 ゴデアウとミンドンベっていう2人がセンターバック移籍でやってきて、うん、スメッツとバンヘイデンたらユースから上がり、うん、ヤンセンスって選手は去年はいたんですけど、はい、1>, 1回もう移籍アウトになっちゃったんですよあの満了で1回離れちゃったんですけどセンターバック誰も取れなかったからってのでもう1回再契約になったっていう選手ってなんでそんなに足んないのだからちょっと想定外なことがもしかしたらいくつかあったんじゃないかってことも思うところはあるかもしれません。うんそうなんですね まあ、とはいえ、完封勝利ね、えー、初戦したってので、ま、良かったかなと思います。て、うん、い,いうか、白少なくない <laughs> 残った人、去年から。<laughs> そうなんだよね。ねうん。し<も>かも、ね、このうち2、3には、レンタル行ってて戻ってきた方も白に入れてるってところがあるので。うん、いいじゃあ、ほとんど総代わりってことですか岡崎、小板、かや、それぐらいだったかなと思います、ね、そうですか。はい。そうですね。うん、あと、まあ、これも本筋とはちょっと違うんですけど、うん あのシント・トロイデンがやっぱ今回、ザイオン君の獲得ってことも含めて、ちょっとサードフェーズに入ったんじゃないかなと僕は思っています、うん、あのサードフェーズって、じゃあそこまでのファーストセカンドは何やねんって話なんですけど、うんうん、ファーストはあれです、あのあのいわゆる d m、MM、m さんがやってきて、あの富安、鎌田、遠藤渡るっていう、ねえー、日本代表を軸にした上でこで、欧州先生にまあ殴り込んでいった時期ってのがファーストフェーズですよと。うんうんはい で、彼らがこのチームを離れて、ヨーロッパ国内で、ヨーロッパの中でこう、ステップアップいろいろしていく間に、第二フェーズが始まっていて、それがこの三あの、3パターンだったのかなってものが右下のところですけど、うん 要はあの、セカンドフェンスは林大地、橋岡大地、中村圭と原大地とかをまあ持ってきて、東京世代のステップアップするためのチームとしてまずは使った。あとはその東京世代よりはちょっと上だけど日本代表クラスっていうところで、ユーマくんとかとシュミットさんだとかを入れて、まあ実力者を経験値をこう伸ばしていこうっていう時期。はい。 あとは、香川真司さん、岡崎真司さん引き入れて、まあ、ベテランの力っていうところとか、ヨーロッパ国内、ヨーロッパの中でね、うん、え結果残した方をこう入れて、まあ、スポンサー獲得ってとこに貢献していただいたって時期だったかなと。 で、これらがある程度うまくいったじゃないですか、ファーストもセカンドも。そうですね。で、ファーストの人がもう体勢花咲いてますからね。信じられないところがね。信じられな得力がすごいよね,ねってなると。はい。そう。うん、で、プラスほら、林大地さんももうね、ブンデスに行ったりだとか、ニブデスど行ったりとか、中村敬斗君もだってそろそろね、どこリーグワンかブンデスから到着だしだ、ね。信頼感が増してますね、これは。 そうなんです。そして次として、から今回サードフェーズは、パリ世代の今度ステップアップですよね。山本力人君藤田潤良、千葉く鈴木財洋君ああ、なるほど。はい。そして次のネクスト、こう、実力者経験増枠で言うんだったら、伊藤亮太郎、小川良也になってきて、岡崎さんには今後も引き続きよろしくお願いしますって感じになってきましょうね、という形でございますと。なるほどね。はい。あと、まあ、ただ一応、ここでほとんど動画の内容としては終わりなんですけど、 ま、一ヶ月くらい前に我々はこれで湧いてたじゃないですか。湧いてた。マンチェスター、ね・ユナイテッド行いうん。じゃあ結局は、鈴木財温選手は約10億円の今イ井イチェスター・ユナイテッドからの移籍の話を断って新トトロイデンってことになると思われるんですけど。はい、そうだね。はい。じゃあなんでユナイテッドに行かなかったんだろうってところを最後にちょっと触れていこうと思います。うん、で、一応こちら。今の現状のマンチェスター・ユナイテッドがこんな感じになっておりますと。うん ええー、ちょっとユナイテッド大変なのがですね、まあさ、さキーパーがとてつもなく大変なことになりました。大変はい、前回、ええー、一か月前にこの動画作った時には。ええー、マンチェスターユナイテッドのキーパー、キーパー候補なんと六人いたんですよ。うん。今、三人になりました。あらまあ、はい。まあ、まずですけど、まあ、オナナ選手をインテルから獲得したので。 まあ守護神枠としては彼でも決定だと思います。怪我がない限りは。で、セカンドゴールキーパーとしてはベテランのトム・ヒートン選手っていうのがいるんですが、まあちょこちょこ怪我したりだとかがあって、そこら辺がちょっと不安なところはあるんですけど、あの、若手組の大半がですね、移籍しちゃいました。うん。このチームから。ねどこでも出れるような人がいたんでしょうから。そうなんですよね。うん、ってことでいなくなって、 えー、結局はこのマンチェスターユナイテッドのトップチームのファーストはオナダ、セカンドはヒートンってことになって、うん、もう一個、いわゆる出場機会伸ばそうと思うなら、アンダー23のリーグ戦の方に行くっていうケースはあるんですけど、うん、一応、スパルタ・プラハにレンタルで行っていたコバール選手っていうのが復帰して、はい、本当であれば、ザイオンとコバールでその第3ゴールキーパー、うん、またはアンダー23の守護神枠っていう争いになってくるんだと思うんですけど。うん おそらくは第ンサイドとしてはそのアンダー23のリーグ戦でっていうところはあんまりこう入れなかったんでしょうね。うん、バックとしてそこら辺は氷になっていいだろうと。ううんうん、で他にも他のね、えー、リーグとかクラブから連絡が来てる以上、オファーが来てる以上、だったらそっちに行きゃいいじゃないかって話におそらくはなったんだと思いますと。僕らからしたらね、そのセカンドサードにユナイテッドの中でなれそうだじゃないかって考えはしたところはありましたけど、うん、ブランとしては,、ね、とだけはうん。うん、だけどそういうのを望んでいるわけでは、 そう。なんか試合出た方が、なんか素人目ですけど、キーパーはいっぱい試合出た方が、なんかこう、カリスマと練習できるとかいうよりも、ね。いい気がしますよね。いいでいい練習するというよりも、試合出た方がって感じは、フィールドよりもよりする気がしますよね。しますね。なの、うん、で、まあ冒頭で触れましたけど、やっぱりその、まあ基本的には、 ステップアップもあるけど、うん、まあ、出場期間がメインじゃないかというところでございます。うんうん、なんで、だからこれから、まあ、谷くんがね、ガンバから、あの、ベルギー2部に行きましたけど、まあ、それができたら、シュミットさんが、えー、えついに5大リーグ到達という形になり、うん、ザイオンくんが、えー、え欧州ということで、またヨーロッパに日本人ゴールキーパーが増える形となるぞと、動画でございました。素晴らしい。しいいそして、チトトロイデンというね、プロジェクトにも拍手を。うんうん 感謝を送りたいですね、これはね。そういうことですね。えー、えー、なるほど。ありがとうございます。とういう <laughs> ことでございまして、ありがとうございました。ありがとうございました。とい,したということで、ミラ皆様、毎日やってます。チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。えー、どうも。ノミルクサトでした。ありがとうございました。また